ブラザーベアを見て、正直全くもう名前すらも聞いたことがねえ作品なんだけど、正直見ててなんだろうな、もうなんか、まあ正直な話、興味を持てなかった話、なんか、なんか急になんかグレートスピリットの力でクマになってしまったっていう、まあそこら辺はまあ置いといていいんだけど、そこからなんかクマとなんか子グマのなんかコーダと触れ合ってさ、もう一緒にどんどん仲を絆をね深めていくっていう、で最終的にどんでん返しみたいな、正直そのどんでん返しもなんかいまいちなんかそっすかみたいな感じなんだよ母グマに敵意はなかったみたいなこと言われてもそっかみたいな何を思いつやんなんで、クマにも事情があったんだなみたいな、そんな思えばいいんかなんも思わねえよクマはなんかこうただちょっと人を押しちょっともう遠ざけようとしただけでしたみたいなそうだったのかってなんねえんだよな、もうそのどんでん返しが俺的にはなんか全然なんかそっすかみたいな感じで機能しなかったからつまりもうなんだよな、あとなんだろうね、なんか歌がなんかターザンくせんだよな、なんか楽曲がね、なんか途中でなんか仲間とか言ってるやつとかなんかすげえターザンくせえなと思っちゃって、なんだろうな、もう最近カントリーベアーズを見たせいかな、もうクマにあれがあるかもしれない、抵抗があるのかもしれない、ちょっといいクマの作品を見て抵抗感をなくさったから